言った。ちょっとテストしてもらっていいですか。あ、なんか弾けばいいですか。いや、あの、はい、YouTube、あ、配信なってるらしいです。あ、見る、なってるみたい、配信ちょっと YouTube ライブ配信なってるみたい。あ、なんか弾けばいいですか。素敵ですね。いや、あの、はい、YouTube、あ、配信なってるらしいです。一人が視聴中、なってるみたい、出てますよ、出てますよ、なってる、なってるみたい。あ、なんか弾けばいいですか。え、なってます、なってます、見れる。音出し確認していいですか。はい、うん、公開リハーサル。あ、でもね、声は出てる。オッケー、オッケーだ、オッケーだそうです。出てるみたい。聞こえてるみたい。なってるみたい。あ、ラグがあるんだ。うん。いいですね。うん、いいですね。いやー、寒くなりましたねとかって。じゃあこうちょっとダラダラ喋ってましょうか。見てこれ何人視聴とか見れるんですもんね。なんかね出てますね。1人が、うん、3人。あ、3人、みんなで3人、ありがとうございます。私たちがこのバンドを形成したのは何年ぐらい前なんでしょうね。コロナの前でしたね。2年ぐらい前ですかね。あれ、だいぶだいぶ前。そうですね、そうですね。田中さんが発起人となってサイトから募集して30人ぐらい、30人じゃないか、もっと集まったって言ってましたね。そうですね。ジャズバーにセッション仲間を募集。そうですね、阿佐ヶ谷のね、ジャズバーでセッション仲間を田中さんが募集されてて、そこに 50人ぐらい結局集まったんでしたっけ、最終的に。あ、延べ多分そんぐらいなんかメンバーいた、ね、うん、そうですね、そうですね。そこからあのだんだん結成されてということで。そうですね、コロナの前ですからね、だいぶ経ちますね。いやいやいや、これを始めていいんでしょうか。まだです。いいですね。まだ時間になってないんで。いやいやいや、あ、でもあれですね、一応流れてはいるってことですね、うん、そうですね。いや、ほんとなんか急に寒くなりまして。そうですね、今日なんて13度ぐらいですかね。そうですよ、なんか部屋の中にいても手がかじかんじゃいますね、うんうん、本当ですか。それは暖房入れて。いやいや、入れてる入れてる入れてますよ。そう、まあくしくもね、はい、あの私たち北の東北出身の3人が集まってしまいましたけど、なんか東京の冬の方が寒い、俺それすっごい思いますね、っていう感じてしまうっていう、雪国出身あるあるなのか。あるある、そう、やっぱね、東京はなんかコンクリートが多いから、うんうんうん、アスファルト、そういうことなんですか。多分ね、そうだと思うっすよ。なんかあと着るものが圧倒的に違うっていうのもね、ありますよね。ダウンとかなかなかね着ないですけど。でもなんか着た、あの中学校時代とかは、うんうん、トレーナー1枚ぐらいでこう平気でしたからね。あれ何だったんですかね。私も女子高生の時に普通にミニスカートで登校してましたけど、まあ、あるあるです、ね、マイナスの中で。そうですね、なんで平気だったのかなと思いますけど。なんでしょうね。怖いですね。不思議なね、やっぱ若さのパワーがね、うん、まあまあまあ、まだまだみんな若いですけどとか、あれ。はい、崩さないらしいですからね。あ、みんなきっちり着てるみたいです。なるほど、なるほど。着崩して内申点とかが落ちるぐらいなら着崩さない方がいいっていう風潮が。あ、最近はですか。みたいですよ、ニュースで見ましたけど。ニュースで、うん、だからもうルーズソックスとか死んでるんでしょうね。いないんだと思いますけど。あ、じゃあちょっと帝国になりましたの で、はいはい、でぼちぼち始めたいと思います、はい、こんにちは。こんにちは。今日はパンセリナ、私たちバンドの名前がパンセリナというんですけれども、パンセリナのジャズライブ配信を今回が実は2回目しようかなと思ってます。5時ぐらいまでお付き合いいただけたらと思います。前回は特にこう予定もせず、もう何もゲリラ的に配信したので、今日が予定していたのがほぼ初めてっていう感じですけど、やっていきたいと思います。自己紹介とかしますか。お、後でいいんじゃないですか。いいですか。あ、メンバー、じゃあ最後の曲の前ぐらいにメンバー紹介しようと思います、はい、まずとりあえず
どんなジャズってどんな感じかっていう曲をね、まあさっさとやってしまおうかなと思いますが、いいですか、お二人とも。はい、わかりました。はい、じゃあ今日1曲目に持ってき、音が途切れましたね。あ、音が聞こえますかね。あ、なんかね、曲紹介のところで切れましたね、うん、今日、そう、なんかちょっとね、通信が悪くてぼちぼち切れますが、皆さんご了承いただけたらと思います。1曲目に今日持ってきたのは、はい、It's Only a Paper Moon っていう曲ですね。まあこのペーパームーンっていうのは、まあただのか、まあ、紙の月っていう、まあ、直訳すると紙の月、ペーパー、紙ですね、はいはいはい、紙の月っていう意味なんですけど、まあただのね、紙でできた月だけれども、あなたが私を、まあ、信じてくれてれば、まあ、それも素敵に見えるわみたいな。ざっくり、あ、そういうことなんですね。そういった歌なんですね。はい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 、まあ、じゃあちょっとご機嫌なナンバーなので、まず聴いていただけたらと思います、はい、それではお聴きください。 It's Only Paper Moon。 Says only a paper moon sailing over copper sea, but wouldn't be make believe if you believe in me. Yes, it's only a canvas sky hugging over a muslin tree, but wouldn't be make believe if you believe in me. Without your love, it's a honky tonk parade.Without your love, it's a melody played in the penny arcade. It's a vitamin bit a reward, just as phony as it can be. But would it be make believe if you?Your love is a honky tonk ballet. Without your love.
everyone just as funny as it can be. But oh, don't be make believe if you believe in me. If you believe in me, if you believe in me. お聞きいただきました。It's only paper moon です。なんか最近いいことありました？ご機嫌になるようなこと。最近のご機嫌ご機嫌になるようなことありましたかね？個人的なことを言うと浅草寺に行って私は大吉が出たっていうのは。マジですか？あの今日が多いで有名な浅草寺で大吉が出たっていう、ちょっとまだ大吉らしい出来事は何も起きてないですけどね、平凡な日常なんですけど。あ、ありますか。最近あの美味しいとんかつ屋さんを見つけまして、でこれあのテイクアウトで最近よく買ってるんですけど、美味しい、幸せです、はい、田中さんありましたか。全く今考えてなかったです何のコメントも用意しない。何のコメントも用意しない、そう、何もリハーサルないですからこのしゃべりがさすがにちょっとこれはちゃんと答えないとなって。そうですね、ですまるでいいことが何もない生活のようになっちゃいますからね。そうですね、ありますか。楽器の機材を買い漁ってるっていう。へえ、暇人なんで。例えば何か一個。あ、そうですね、あ、なんか救急車が例えばなんかあれなんですよ、作曲が好きなんですよ、ね、うん、なので、はいはいはい、その作曲用の機材を買ってますね。おお、あ、ハードっていうかそのソフトとかを買ってるとかじゃ、じゃなくて、そのマイクとかなんかそういうパソコン用のソフトとかじゃなくて、でなんか機材ですね、完全に。ああ、その作曲するための機材。硬いやつです。硬いやつ、あ、ハードって呼ばれるやつですね。硬くて重いやつ。硬くて重いやつ。すごい。そう、田中さんあれなんですよね、ジャズ始めたきっかけがヒップホップ入り。あ、そうですね。だったんですよね。田中さんのチャンネルでもかなりこう作曲してね、あのイケてる、イケてる音楽が流れてますよね。そうでしたっけ。いや、だいぶあのミスティっていう有名なジャズスタンダードのナンバーがあるんですけど、それをね、あのローファイアレンジですかね、で私が歌って田中さんがミックスしてくれたやつがありますね。そうですね、記憶あります。大丈夫ですか。ちょっと今言われてなんだっけ、あの やったんですよ。ちょっとお酒であれですかね。いや、そうですね、やられる。お酒、はい、お酒といえば、はい、お酒といえばね、あ、俺いいこと言った、いいこと言った。次の曲は酒とバラの日々っていうね曲を、はい、まあ、はい、もうジャズをやってらっしゃる方にはねもう定番中の定番ですけど、もし、あ、またあれですね、ちょっとこう少し The Days of Wine and Roses って、酒とバラに包まれた日の中でっていうね、まあ、まるで夢のような、そう、そんな夢のような時の中で私たちは一緒にね無邪気にはしゃいだり子供のように遊んだりしたけど、はいはい、もうここには二度と戻れないのね、後戻りはできないのねっていう、あ、そういうちょっと切ない差が残る感じですかね。まあ、そうですね、まあ、あの時のこう幸せな思い出が、まあ、私をいつでも幸せへと誘ってくれるのっていう、まあ、酒とバラに包まれて夢のような日々がありましたねっていうような曲ですけど、そう、くしくもみんなお酒好きが揃ってるバンドでもありますので ね、 そ う、 ですね、そうでございます。なんでしょうねジャズと酒の親和性がここにある。そうですね、切っても切れないやつですね、うん、そうですね。まあ私はビール糖ですけど、あ、僕もビール大ビール糖ですね。クラフトビール、あ、まあちょっと後で話しましょうかう、ね、じゃあさっさとやっちゃいましょう、はい、それでは今日は酒とバラの日々 The Days of Wine and Roses をボッサノバーバージョンでお送りしたいと思います。それではお聞きください、酒とバラの日
いただきました。酒とバラの日々でした。最初に途切れちゃいましたけど、高橋さんは何のビールがお好きなんですか？一応聞いておきましょうか。そうですね、地元本当に実家の近くでやってるクラフトビールがありまして、それは実なんというかというと銀河高原ビールというやつですね。ああ、鹿の絵が描いてるやつですね。そうなんです。青の大好きです。あれ、同じ市内かな、同じ市内ぐらいの市内かちょっと合併とかしてなかったらちょっと隣かぐらいのかなりご近所なんですよ。そうなんですね、はいはい、岩手の銀河公園ビル売ってますよね、普通にね。最近ファミリーマートでよく見ますね。あ、そうですか。いや、あれね、大好きです。結構昔からありますよね。昔からある、昔からクラフトビールの走りみたいな。そうですね、そうですね、感じ。なんかフルーティーですよね、とてもねフルーティー、あ、なんか飲みたくなってくるんでしょあれですね、フルーティーね。田中さんありますか？ハイボール働くサラリーマンらしいそうですね、ですね。プリン体がちょっと多分やばいです。ちょっと
自制しないといけない領域にいらっしゃるわけですね。あの昔のジーンズが履けないんですよ、はい、うん、それはちょっと太ったんですかね。そうですね。それ以外ないですね。何だかわからないけど昔のジーンズが入らないという現象が起きている。不思議ですね。なのでちょっとプリン体と糖質を気にしてます。上流種的な感じでちょっとリハビリですね。はい、そうですね。個人的にはあの、はい、新潟の越後ビールっていうクラフトビール、はいはい、最近買ってますよ俺。ああ、美味しいですよね。美味しいです、美味しいです。おすすめです。皆さん、皆さんっていうか好きな方いらっしゃるかどうかあれですけれども、ぼちぼち、そう、あんまり喋ってると普通のそうです、ね、ないんですよね。お酒の、お酒の話題に集約されてしまう。そうですね、あの酒腹から抜け出せないみたいな、ね、うん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 。じゃあやっちゃいますか、次の曲。あ、行きましょうか。このペースでいったら最後もう一曲ぐらいできそうですね。おほとかっておほ予定では次の曲で終わりの、うん、お別れですかね。どうも。あ、そっか。あ、でも メンバー紹介いたしましたっけ。あ、そうだ、そうですね。じゃ あの自己紹介一応しました。私ボーカルの千尋です。わー、仙台出身で、はいはい、すね、仙台出身で、はいはい、ジャズは10代からやっていて、元は吹奏楽部でバリトンサックスを吹いていて、でジョン・コルトレーンを聴くようになり、でジョン・コルトレーンを聴いていたらジョン・コルトレーン&ジョニー・ハートマンっていう、はい、あの歌とのジョニー・ハートマンとの、あのアルバムがあって、それを聴いて歌めっちゃいいじゃんって、あのジョニー・ハートマンのアダルトな声にすごい胸をつかまれて、これであのジャズを聴くようになり、10代の頃は縁があって音楽事務所とかにも入って、あのフェリーで歌ったりして。フェリーですか、あれ言っちゃったことあるよな。そうなんです、フェリーでちょっと余計なこと言ってた、歌ったりして、今は趣味でこうやって歌っております。豪華客船とかに乗っちゃったらですか、普通のフェリーとか。あーフェリーって、そうですね、歌ったりしてます。はい、じゃあ高橋さん、ギターの高橋さん。ああ、ギター、どうも高橋です、よろしくお願いします。ギターは、ギター自体はですね、かなり昔から、小学校ぐらいからやってまして、そうなんですね、最初は最初は尾崎豊をこう弾き語ってましたね、弾き語ってました、尾崎豊弾き語ってたんとからですね始まり、でちょうど小学校中学校ぐらいの時って、世間はビジュアル系の、ブームだったんですね、うん、で兄ちゃんたちがそのビジュアル系のやつを聴くようになり、僕もビジュアル系ギタリストを目指しで上京してきてからだんだんですね、もうちょっと上手くなりたいなと思っていろいろジャズとかブルースとかやり始めて今に至っておりますね。最初ビズアルを目指していたっていうね。ビズアル系ですね。今でこそこんなストラ、あのギターのこのストラップですね、こんな短いですけど、当時はですね一番伸びる限界までこう伸ばしていたって感じですね。あれはどういう現象なんですか。あれやっぱねこう下げて弾くっていうのがね、うんうん、やっぱビジュアル系としては必須なんですよね。頭振るためですね、こうやって頭振るためですね。なるほどなるほど。私もよくビジュアル系好きな友達とライブに行った時に倍のテンポで頭振るなって言われましたから、そのテンポちゃんとテンポで頭振って倍で休むなっていう、ね、ちゃんとそうですね、あのルールがあるんですよね、あれね、あの乗り方のね、あ、みたいです、ね、そうですね、そうですね、はい、あ、そんなこんなんでよろしくお願いします。お願いします。じゃあベースの田中さん、リーダーリーダーよ、リーダーあ、え、あれですか、あの生い立ちからですか。生い立ち、そうですね、生い立ち、生い立ちから、生い立ちですね。小学校の時から確かギターを始めて、あ、で、いろいろあって今部屋にこれがあります。それね、なかなか手に入れられないですけど ね、だいぶこうきましたね。そうそうそう、阿佐ヶ谷でこれ背負ってる人大体田中さんだっていう感じです、ね、あ、そういう、いや、もうちょい阿佐ヶ谷いっぱいいるか、もうちょい阿佐ヶ谷はいるんだけど、ね、いる、多分10人ぐらいいますね。意外と少なかったですね。多分、あ、これを部屋に置くために家具を一つ犠牲にしないといけない。
まあそれもが家具ですもんね。家具ですね木製のヴィンテージ家具ですもんねっていう感じでした。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いしますじゃあ最後のね曲やりましょうか。はい、最後の曲、最後はなんていうマイフーリッシュハートっていう愚かなり我が心っていう、ね、このまず恋と惑いを分けるラインがあるとあるかもしれないけど、こんな月が美しい夜にはそれも分からなくなってしまうわみたいな、こうほほほほダメだダメだと分かっていても恋に落ちてしまう愚かなり私の心よみたいな、ちょっとロマンチックな、かなりロマンチックな曲ですね。恋に落ちることが愚かっていうことなんですかね。そうですね、恋とこう惑いを分けるラインが本当はあるんだろうけど、こんな月が綺麗な夜には分からなくなってしまうわみたいな、こうちょっと大人な曲ですね。なるほど、そうですそうです。最近ね月がすごく綺麗に見えますから、そうですね、そういうそういう曲です。そういう曲ちょっとまあバラードなのでこうしっとりお聴きいただけたらと思います。それではやりましょうか。はい、お聴きください。 My Foolish Heart。Should our eager lips
The fire stand for this time. It isn't fascination. お聞きいただきました。マイフーリッシュハートでした。ありがとうございましたありがとうございました。ありがとうございました。あれ3分ぐらい残ってますけどどうしますか。3分クッキング、あーごめんなさい、3分なんかやりますか。なんかなんかやります。あでもなんかあります。ブルームーンやりましょう。ブルームーン、はいはい。じゃあちょっと予想外に時間が余ってしまって、30分で3曲だと喋りが足りなすぎるってことが今回で分かったんで、最後おまけの1曲で終わりにしましょうかね。最後の曲はですね、ブルームーンという曲をやりたいと思うんですけど、ブルームーンっていうクラフトビールもねまた美味しいんですよね。美味しいですね、美味しいですね。ぜひ皆さんなんかビールの会社の回し物みたいな、そんなことないんですよね。個人的にただビールが好きだっていうね。このまあブルームーンっていうのは1ヶ月に2回満月が出ることをブルームーン、まあ2回目の満月をブルームーンというらしいんですけど、まあなんかすごい類まれなる幸運の象徴みたいなね、こう言われ方もするみたいで、まあこの曲は月に語りかけてるような曲なんですね。ブルームーン、私が一人ぼっちの時もずっと見ていてくれたけど、見ててくれたわねみたいなこう可愛らしい曲なので。なるほど。ちょっとお酒の話するした後にこんなこと言うのあれなんですけど、とても可愛らしい曲なので、最後おまけの一曲をやりましょうか。はい、じゃあちょっと、じゃあルーム You're so misunderstanding alone。 今日は皆さんお聞きいただきありがとうございました。また3回目もやりますので、どうぞよろしくお願いします。Thank you.
いただきました。ブルームーンでした。ギター高橋祐介、あどうもどうも、あどうもです、どうもです。ベース田中健吾、そしてボーカル千尋がお届けしました。それではまた次回3回目があるはずだ、はい、あるのでお楽しみいただけたらと思います。今日はありがとうございました。それでは皆さんさようなら。